はい、どうもこんばんは、スマと申します。今からですね、今度スパルタンレースの茨城がいよいよ開催されますので、そちらのコースマップが発表されたというところで、日本最速の、コース紹介ならぬお酒を飲みながらコースについて語るっていうのをやっていきたいと思います。実際のコース紹介に関してはおそらく、翔さんで、YouTuber の方おられますし、あとはサーチスパルタンさんが、おそらく最速の、コース紹介みたいなところの動画をこの後出されると思いますが、私の動画はですね、そういったところとは、また別で、一切そういったところのコースの詳細解説をすることなく、お酒を飲んで、単純にコースについて、見解を述べるという動画でございます。ただ、私自身ですね、これまで3年間ぐらいレースに、トライしてきまして、今回改めて、エリートという、一番このコース分かれてるんですけど、コースの中でも一番エリート、エイジ、オープンの中のエリートコースで、挑戦するというところもありますので、それも、意気込みも含めた、動画にしていこうと思ってます。はい。なので、字幕だったりとか、特にございません。実際、だらーっと見ていただけたら全然結構でございます。はい。ただ、実際にちょっと喋るにあたってですね、さすがに身だしなみはちょっと整えなきゃいけないなっていうところで、まず髭は剃ってまいりました。夜ですけど、髭剃って、あとは髪の毛を若干整えてまいりました。あとは、スパルタンの T シャツ。これちなみにスタディオンって言って、普通のスパルタンレースとはちょっと違ってですね、スタジアム。これは静岡だったりとか、名古屋だったりとか、そこで開かれたレースで配られてたんですけど、そちらのユニフォームを、乾燥 T シャツですね、着させていただきました。で、これを持って、早速やっていきたいと思います。では、早速。これ新発売だったみたいです。赤ワインソーダっていうのが出てたので、買っちゃいましたけども、本来はですね、こういったスパルタンレースに出るガチ勢の方々は多分、お酒とかも一切飲まれないと思うんですけど、僕はちょっとガチ勢とは、またそこも一線を画してるので、自分で楽しみながら、自分の限界に挑戦するっていうのを、目標にはしてますんで、お酒は飲みながら進めたいと思います。乾杯。ちなみにですね、レース出られてる方だと、コンディションとかすごい整えられてて、多分ですね、皆さん減量だとか、それこそ走り込みとかされて、本当に体を作ってこられてると思ってます。で、僕自身もですね、前の動画で話しましたけど、今ちょっとパーソナルトレーニングに通わせていただいておりまして、カラダビスタっていうトレーニングの、ジム通わせていただいてまして、そこで体をちょっと作ってまいりました。なので、ウェイトですね、結構苦手だったんですけど、今回は3人向けても挑戦ができるかなと思ってます。ちなみに減量を試みまして、結果2キロ減らすところが2キロ増えました。何の拍手かわかんないですけど、ちょっとこれがですね、レースにどうなるかはわかりませんが、ちょっと一応これでですね、レースは挑戦していきたいと思います。じゃあいよいよですね、コースを見ていきたいと思います。はい。ちょっと手元にですね、パソコンを置きながら、ちょっとコース紹介していきたいと思います。スプリントっていう今回コースなんですけど、全長が5キロですね。5キロに、全部で20個の障害物が、設置されているという、スパルタンレースの中では一番、ライトっていうんですかね、簡単なレースにはなってますけど、その分ですね、皆さんスピードが出せるんで、スピードレースになるというのがちょっと目に見えてますね。はい、早速ちょっと見ていきましょう。で、今回一番最初に出てくるのが、OUT と呼ばれるところですね。オーバー、アンダーで、真ん中。穴っぽが開いてたりとかするんで、そこをこう乗り越えていく、初級の、障害物にはなってます。で、その後に、壁系が出てきますね。6フィートホールと4フィートホールが出てきます。高いのと低いのの、壁を乗り越えるっていうのが、2番、3番で出てきます。で、それが終わると、ボックスジャンプっていうのが出てきます。ボックスジャンプはですね、会津若松の時にやりましたけど、実際に、ジャンプして、台の上に乗って降りる
板の上に乗って降りる。これ後半になってくると、全然登れなくなるんで、片足ずつ登ってもらっても結構です。上がって降りる、上がって降りるができればいいです。多分、おそらく何回だろうな。指示があると思うんで、その分だけ回数をやっていきましょうっていうのが僕ジャンプでございます。で、その後が、インバーテッドボールが出てきますっていうのと、出てきました。スピアスローですね。スピアスローは、槍をですね、投げるっていう動きですけど、まあ、これですね、結構皆さん苦手な方多いんじゃないかなと思います。僕も、レース、これまで挑んできて、失敗の方が多いですね。コツとしては、結構こう、整体して、的があるんですけど、的に向かって投げる、投げる。そう。これをちょっと意識してもらうと、まあ当たりやすくなるんじゃないかなと思います。ちょっと横から投げたりすると、槍がふにゃってなっちゃうので、ちゃんと整体して投げるっていうのが、まあ、オーソドックスな、当てるための、セオリーになってます。はい。じゃあ、スピアスローが終わると、ハードルズが出てきます。ハードルズであってるのかな？実際にハードル。なんか、四角い角材みたいなのが、3箇所くらいあって、その上にこう登って降りてくるっていうやつなんですけど、意外と高いんですよね。多分140とかあるのかな。ちょっとこうジャンプして登って降りるんですけど、意外とね、角材痛いんですよね。まあ、男の子ならわかると思うんですけど、意外とね、痛いですよ。まあ、頑張っていただけたらと思います。はい。ハードルズが終わると、次はアトラスキャリーですね。鉄球持ち上げて、歩いていくと。僕もこれ苦手なんですよ。いつもここで時間ロスしちゃうので、結構ね、重たい鉄球で、あと、雨とか、当日雨みたいですね。雨降ってると、鉄球がちょっとこう、スルっていったりとか、あとは地面に、ぐにゃってこう、重たいんで、地面にこうポンって入っちゃってるんですね。で、それを一回掘り出してから持っていかないといけないんで、結構大変です。まあ、これもちょっと厄介な障害物になりそうですね。はい。その他がサンドパックキャリー。これも、砂袋ですね。男性は 27.7 キロ。で、女性は 23. 何キロだったかと思うんですけど、それを持って、歩きます。で、27キロなんですけど、雨降ってるとですね、これも重たくなるんですよ。厄介。なので、まあちょっとこれも気をつけていただければと思います。サンドバッグが終わると、いよいよ、モンキーバーでございます。モンキーバー、運転ですね。ただこれ、レースによって、結構難易度が変わってくるっていうのは、ちょっと前回の動画でもお伝えしたんですけど、なんでしょうね、結構ですね、沖縄のレースだったかなは、割かし簡単にできてたように見えました。で、逆に、ガーラの、ビーストに関しては、なんか高低差があってですね、下に一回降りた後にまた上がらなきゃいけないっていうので、数々のチャレンジャー、かっこ私を含む、皆さん脱落していきましたけど、ここら辺も結構モンキーバー、あと雨になって濡れてると結構ツルツル滑っちゃうんで、気をつけてください。はい。で、その後は、バーブワイヤークロール。なんかこう、ゴムの紐がピアンってなってるんで、その下をずっとくぐっていくっていう、なんか鉄線のやつもあるんですけど、鉄線じゃないバージョンのやつですね。はい。で、その後が、マルチリグですね。マルチリグは、釣り場ですね。で、これ、やり方いろいろ皆さんあると思うんですけど、最速の方法は、僕、編み出しました。編み出したわけじゃないな。ありますけど。やっぱり、サイドに、普通だったらこう、行くじゃないですか。お、なんかカメラで撮ると立体的になりますけど、これ前のパターンですね。こうじゃなくて、釣り輪を掴んだら、次の手で、もう一個のやつを掴みに行きます。で、そのまま次の釣り輪に移って、移るっていう、ちょっと斜めに向けてやると、意外と安定してですね、かつ、スピードも出せるので、まあ、挑戦できる人はやってみてください。僕はこっちの方が楽で、どちらかというと前の方が苦手なので、まあ、横ができる方はそっちの方が、いいかなと思います。はい。で、マルチリーグが終わったら、ハーキュラホイストですね。ハーキュラホイスト、引っ張ります。これも、雨降ると、マジやばいです。全然持ち上がらない。普通だと50キロぐらいって言われてるんですけど、雨が降ると、水分を吸っちゃうので、結構、プラス5キロとか6キロぐらいになるんじゃないかなと思います。なので、天候によって上がる上がらないが結構変わってくるっていうのがこの障害物だったりします。はい。
あとはフレームカーゴでロープクライムが出てきますね。はい。で、フレームカーゴとロープクライムに関しては、登る。で、まあ、ロープクライムも登るんですけど、なんでしょうね。結構これも苦手な方多いと思うので、こう足で紐を引っ掛けたりとか、巻き込んだりとか、いろいろやり方あると思うんで、まあ、そこら辺は皆さんのやり方で登っていただければと思います。最近分かったんですけど、多分夏の横須賀のレースかな。僕このロープクライムすごい苦手で、なんかこうね、いつもできたりできなかったりしてたんですけど、最近僕挟む力なんですかね。太ももで挟む力が強いっていうのが、横須賀のレースで分かりました。で、要は手で登るじゃないですか。登ったら、またで挟むんですよ。挟んだら、結構ですね、なんていうんですかね、ストッパーの役割して、落ちなかったりするので、結構今までは腕の力だけで登ってたんですけど、プラス、こう挟む力っていうので、登れるっていうのが分かったので、今回もそれで登っていきたいと思います。何の話やねんって話ですけど。はい。はい。で、ロープクライムが終わったら、ジェットボールっていうのが出てきますね。これは、なんか壁に、なんか四角い、なんか木が出てきてるので、そこをこう、捕まりながら、よくやる間違いがですね、ジェットボールでこう、板がなってるんですけど、上掴んじゃダメなんですよね。あれは反則になっちゃうので、あくまでも木を使って、歩いてってくださいと。よく初心者の方とかだと、なんかちょっと、なんかの拍子に上掴んじゃって、まあ、それ安定するんですけど、それやったら、反則になっちゃいますので、しっかり木を掴んで、やっていってくださいと。ゆっくりやれば、クリアできるもんだと思ってます。僕はガーラで初めて失敗して、バービー30回やりましたけど、ゆっくりやれば、しっかりできるものになってます。はい。で、それが終わると、スリップボールですね。これ雨降ると滑るんで気をつけてください。勢いよく行きすぎると、最速のやり方は、ロープを使わずに、タタタタタタって登るっていうのが、最速です。ただこれ、晴れてる時と雨の時で全然難易度違うので、晴れてる時は通用すると思うんですけど、雨の時はちょっとロープ使ってあげて、確実に、足を、まあ、つけながら登ってあげるっていうのが大事になってきます。はい。で、スリップボール終わると、バケツキャリー。これは、バケツに、砂利が入っててですね、前のレースぐらいから、蓋がつくようになったんですけど、かつ、持ち方もですね、昔って砂利詰めて、で、それを胸の前に置かないと、反則だったんですけど、蓋がついたのと、あと持ち方が自由になったので、一番軽いのは、背中に乗せる、サンドバッグキャリーと同じやり方をするのが、負担が、軽いかなと思ってます。もちろんね、前腕が強いとか、腕っぷし強い方は、前で持っていただくのもいいかもなというふうに思いますけど、ちょっとこう、力に自信がないなって方は、背中に担いでいただくのが、やりやすいのかなというふうに思ってます。はい。で、最後にバーティカルカーゴですね。なんか直立してる、こう、こんなカーゴがあるので、綱を登ってって降りていく。意外とこれ高さあるんでね、上行くとちょっと怖いっすよ。ただ、もうここまで来ると、もうそういった根性論なんで、景色を楽しみながら、頂上まで目指してください。多分3メーターぐらいかな、ぐらいのところにあるので、まあ、登っていただいて降りてくる部分には全然いけると思います。で、ファイヤージャンプ。ジャンプしましょう。で、どこのレースだったかな？横須賀のレースとかですね。なんか割かし、距離あったりとかして、ジャンプしたら、怖っって、なったりとかもしたので、ちょっとそこら辺はですね、まあなんか結構レースによって、炎の燃え具合が違うっていうのも、まあこれも楽しんでいただけるかと思います。結構写真で撮ってもらえるスポットになっているので、ジャンプするときとかですね、結構皆さん、ポーズ考えてた方がいいですね。それ結構フリーで最後ダウンロードできたりするんですけど、飛び方とか、表情を間違えちゃうと、なんかすごいことになってますね。僕もマイレース頑張ってポーズ決めてるんですけど、飛び方によっては、あ、これやべえなっていう感じになっちゃうので、まあ、そこら辺はいろいろと考えていただければと思います。はい。じゃあ、ここまでいろいろと口を入れましたけど、全然お酒飲んでなかったですね。コースについて語るのはこんな感じですね。まあ、これまで僕が何年間かやってきた中で、まあ、感じたこととか、あとは、まあ、難しさだったりとかですね。
そういうところもお伝えできたかなと思います。詳細な本当にコース詳細の解説についてはですね、この後多分いろんな方が出していただけるので、そちらを参考にしていただければと思いますけど、僕が言ってることもですね、多分実際レース参加されている方からすると、あ、わかるよだったりとか、これからレース参加される方は、あ、これ聞いててよかったなっていうのも中にはあったりするかもしれないので、ぜひぜひですね、そういったところも、そういった一助になれればなというふうに思ってます。はい。で、僕自身はブログとかですね、この YouTube とかも通して、スパルタレースの情報とかも発信しておりますので、そちらも合わせて見ていただけたらと思います。で、今回ですね、YouTube でこういうふうな動画を通して、お伝えさせていただいて、初めてコースレース出てきますので、レース会場でお会いした場合はぜひぜひ声かけていただければと思います。ちょっと詳細には負けないようにしたいなと思って、負けますね。はい。それとは別にですね、エリート今回初挑戦なので、そちらの頑張っていきたいと思います。では、日本最速、おそらく誰もしないであろうお酒を飲みながら、レースについて語るでした。はい。じゃあレース出られる方、本番も頑張りましょう。では動画終わります。あざっす。